さあスタジオにはサッカー J2 愛媛 FC の村上忠社長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年就任されたばかりで、はい、あっという間の一年どんな感じですか。あっという間でしたね。はい、うんあのー、まあ社長になるのも、えーえー、うんと言ってからあっという間に社長にされて <laughs> <laughs> みたいな感じだったんですけど、えー、まあ一応成績のこともお伺いしますが、はい、15位でまあ、はい、正監督の初 そうです、ね、<培>はい、はい、含めてどんな、はい、こうあの評価的には、はい、あのいい評価を置いています。マサ監督が来て、えー、変わったところっていうのは得点力だと思うんですよね。で、えー、愛媛に11年間なか10年間かななかった、はいはい、あのところだと守備的なあ優位性を持ってたあ。 チームだったと思うんですね、えー、それがこの今年はやっぱ3点以上取った試合が1234試合か5試合あったと思うんですけど、はいはい、お3点以上っていうのはこんなに楽しいのかっていうものをね、うんあのー、見せてくれた監督だと思うんですなるほど。集客面でまずは村上社長が改革したいする、はいえー、策があるというふうにお伺いしたんですけどそうですも、ね。はいえー まずあの今、4面こうスタジアムを使っているんですけれども、はいえー、メインスタジアムとバックスタンドのみ使用してゴール裏の席をお閉めようというふうに思っていますゴール裏の応援席というとよりコアなファンがいる場所ですね、はいはい、そこを閉める、はい、そしてで、えー、バックスタンドに集まってもらう。はい バックスタンドの一般の人たちと並ぶ形で応援をしていたうと、はい、これはどういうですか、うん、あの一つは大きなやっぱり密集感、それとあのやっぱゴール裏とバックスタンドの温度差を合わせたい。だからまああのお一般の、はい、お一般の時ライトなあのサポーター層にはちょっとずつ熱くなってもらう。 そのためには隣にコアなサポーターがいた方がきっと熱くもなっていくだろうしえやっぱりそういう熱さが人を呼ぶだろうしあの試合そのものも盛り上げていくのではないかなというふうに考えていますゴール裏はえイベントのコーナーのようにしようかというふうに思っています飲み食いの方ってが あのメインでしたいとおしゃべりしたいとかっていう、はい、でもそこでサッカーがあっておしゃべりの途中で「あゴール決めたゴール」みたいなね、はい、いう喜びも楽しみの一つとしてはあると思うんです、うん、愛媛師匠ずっとあの支えてこられてうそうですね15年ですねあアマチュア時代からなんですけども、はい、そうです、はい、J1 に今まで上がりたいって言うけど J1 に上がったら何が起きるかっていうとうまず アントラーズとの試合をした翌々週に浦和レッズとの試合がある、はい、浦和レッズの試合の後に、はい、マリノスがやってくるインスタにやってくる、はい、あの松山市内を歩いてるかもしれない、はい、でスタジアム来れば、あのー、間近でそういう人たちが見れる、はいうん、と、あのー、子供たちにとってみたら、はい、夢の存在が、あのー、近づいてくるで。僕らのチームっってやっぱり弱小 チームなんですよ。うん、それは資本面とかそういう面で、うん、あの選手のレベルではなくて、うん、やっぱり愛媛という地域にいて愛媛という地域の経済性の中で生きているうういわゆるサッカーチーム、はい、だから小さなものが工夫をして、えー、大きなものに勝つっていうのがあの僕らの使命だというふうに。はい 思ってますだからこの資本力のないことちょっと油断すると赤字になるかもしれないっていう会社を僕らは卑下することなく、うん、あのそれがどうしたというつもりで、えー、まあ来年はあのその最大パフォーマンスを実現して J1 に行くと、はい、夢は断定的に語らないと叶われないっていうことらしいので。なるほど あの J1、ー、に行くと来年は、はい、っていうのを宣言したいなというふうに思います。いいぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい、あのスタジアムの方でスタジアムでお待ちしております。はい 1>, えー、1万5千人はあの締めますけど入りますので1万5千人 <laughs>、えー、埋めていただきたいなというふうに思います。<laughs> 遠慮せずに来ていただきたいなと。思い、ます、はいはい、スタジアムでお待ちしております、えー。村上社長でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。